はい、おはようございます。2020年12月19日、現在4時ちょっと過ぎです。自主待機3日目でございます。4時ぐらいに起きました。 Yes。 ずっとね、マカオに住んでる時も、もう本当朝方寝るような生活してたんで、まだちょっとその辺が抜けきれてないですね。4時ぐらいにね、起きるのはなかなかないですけど、大体いつもお昼とか1時ぐらいに起きてたんですけど、やっぱり旅のとか向こう立つための準備ですごいドタバタしてたんで、その疲れがきっとまだ溜まってるんでしょうね。まあ今日も特にやることないですけども、まあ向こうですごいお世話になった友達とかもいるんで、連絡して、まあ話したり、まあこの部屋ちょっと模様替えしたりとか使いやすくしようかなと思います。今ね、これちょうどね、机があって椅子があって、その上にこの洗濯物を干して、ちょっとね、うざいからちょっと模様替えしようかなと思います。こっちにこうテレビがあるんですけど、ちょうどこの机をこっちの上に置けるんじゃないかなっていうね、ことをちょっと思いついたんで、今からちょっと模様替えして、よりこの2週間の自主待機ライフをね、快適なものにしようかなって、思います。はい、ちょうど計算通り、このテレビ台の上にちょうどこう机を置いて、その上にテレビ置けました。おかげさまでこっちにちょっと広めのスペースができて、上にちゃんと洗濯物つって、このまあスペースでちょっと軽く体動かせるようにしようかなと思います。はい、無事移動させて広いスペースを確保するとともに、今まで頭上にあった洗濯物から、回避されました。やっぱり部屋の一空間に少しでも広いスペースがあるとなんかいいですね。はい、ということで、無事に部屋のプチ模様替えを終えることができました。今までちょっとね、座ったところの上に洗濯物があって、わーってちょっとうざかったんですけども、それを解消しつつ、その下のスペースを設けるという一石二鳥の模様替えでした。で、今8時5分前なんですけど、朝起きてから、まあ今日4時ぐらいに起きて、そっからまあ何も食べてないんですけど、起きてから4時間ぐらいしか経ってないんですけど、何も食べてないんで、また持ち帰りでなんか買ってきたいと思います。はい、ただいま9時20分、ちょっと近くのすき家でまた3種のチーズ牛丼買ってきました。1食目です。9時20分にして。まあ起きるのが遅かったんでね、4時ぐらいに起きたんで、これが私の1食目となります。いただきます。豚汁ですね。豚汁、はい、うまそう。卵、問題発生しました。箸がない。 ある、キッチンにある。ああ、よかった。いやー、よかった。ちょっと今箸持ってきます。かわいい箸ありました。いや、箸あってよかったです。いただきます。三種のチーズ牛丼。うまいわ。一応マカオ住んでた時も家の近くに牛丼屋さんあったんですけど、やっぱ圧倒的にやっぱ日本の牛丼の方がうまいですね。次、豚汁頼んだんで、豚汁も飲んでみたいと思います。あっちい。 あっちい。 いや、今ちょっと耐えきれなくて、ちょっと耐えきれなくて台所に履こうかなと思ったけど、ギリ耐え、やべ、めちゃくちゃ舐めてた。あっつ、これ涙目になってる。やめちゃくちゃ、皆さん、
スキヤの豚汁食べるときは気をつけましょう。やーば、焦った。うん、うまい。あ、生卵なんだこれ。茹でかなと思ったら生でしたね。くぼみに入れて混ぜて卵をかけたやついただきます。うん、優勝、はい、優勝だわ。うんうんうん、うまっ。完全なる優勝。いや、今さっき豚汁口の中にこう含んで耐えてたから口の中全部やけどしてます。でもうまい。はぁ、あ、幸せだね。はい、完食しました。美味しかったです。やっぱね、安定のすき家ですね。ピーナッツ、おやつ買ってきました。デザートタイム。うん、うまい。はい、12月19日自主待機3日目が、無事終了しました。今日はマカオでお世話になった人と電話して話したりとか、 SNS でやり取りとかしたりとかしました。あと特に、まあ、部屋をちょっと軽く模様替えしたぐらいですね。あと今日の食事はすき家の3種のチーズ牛丼を食べました。洗濯したりとか、まあ、特に際立って何か別に特別なことをしてないですけども、とりあえず、待機3日目が無事待機3日目が無事終了しました。はい、それでは明日日曜日4日目に続きたいと思います。それでは私は、この後ちょっと体をストレッチしたりなんかして、軽い筋トレなんかして、シャワーあるいはお風呂に入って寝たいと思います。それではじゃあね、おやすみなさい。